こんにちは、プロスパージャパンです。今日はですね、オリンパスですね、トリップ35になります。こちらになりますね。はい、こちらはですね、現状品になります。整備はしてないので、現状品で出荷になります。レンズの方の中ですね、開放してるかどうか確認ができるようになってます。今明るいところなので赤ベロは出ないです。これ暗いところですね、シャッター切ることですね。シャッター切れないです。はい、赤ベロといって赤くなってるんですね。中の光が当たらないとですね、シャッターが切れないようになってます。整備品ではないですが、正常に稼働してますし、問題はないです。はい、であとですね、この、現状品ですので、もちろんモルトもそのまま現状品になります。であとはですね、このまあ、モルトに関してはですね、ヒンジの部分があるんですが、2箇所ですね、このここと角だけ、ここだけをですね、まあ、お客様の方で、取っていただいて、で、普通に、まあ、100均でも売ってるんですが、張り替え列があるんです、代用できるものが。それを貼ってもらえばですね、ほとんど光が入ることはないです。この細いところまでですね、きれいにして、モルト入り替えをすることまでする必要はないと僕は思ってます。ほとんどここですね。はい、ここでちゃんと蓋ができるようになっていれば、問題なく、光が入ることはないです。はい、フィルムが焼けて販売赤くなるとか、そういうことはないので、安心してください。実は僕、そういう形で使ってもいますので、問題ないです。はい、外観もですね、こんな感じですね。はいはいはい、でこれあとですね、最後、クリーニングして出荷いたします。現状品ですのでね、整備もしませんし、作動は確認はしますが、あとの他のことは、モルトの交換とかそういうこともしません。ただですね、出荷前にちゃんとこうやって、状態を確認してですね、最低限のクリーニングをします。はい、今この、流す動画をですね、お客さんの方で購入される方ですね、見ていただいて、それを基準にですね、クリーニングをしていただければいいかなと思います。この場合はですね、シール剥がしを使って表面を汚れております。他のものでもいいんですが、このタイプはですね、どちらかというとシール剥がしを使って表面汚れを取った方が僕は綺麗になると思いますね。いつもやってますけど、つや混ぜるんでね、はい、この鉄の部分ですよね、頭の部分とかこういうところもですね、若干汚れがついていてもですね、これで取ることができます。であまりこれの部分がですね、汚れがひどい場合はですね、車用のホイールクリーナーってあるんですけど、それを使ってですね、汚れを取ります。本当に今綺麗になりますよ、これだけで。はい、こんな感じで全然綺麗になります。まあ、この方が早く綺麗にできます。であまりその色がですね、焦ったり、鉄になんか、ツヤがなくなってきたら鉄の部分ですね、車用のホイールクリーナーですね。今ちょっと手元にないかな、ホイールクリーナー。はい、もうよく使って、作業してます。はい、はい、以上です。よろしくお願いします。